ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。今日もメールマガジン堀江貴文のブログでは言えない話から、読者の皆さんからいただいた質問にいくつか答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。神経症など何らかの精神障害に悩む子どもたちを対象に、一定期間野外活動プログラムを受講してもらい、回復に向かわせる活動をしたいと考えています。自身も児童期に摂食障害を経験し、スポーツを初めて克服した経験あり、優秀な人材を集め、質の高いプログラムを提供して会社に認知してもらうためにもビジネスとして成り立たせたいです。効果的なプログラムを提供できれば、全員でなくとも熟考した一部の子どもの精神状態を回復に向かわせることができるという確信が自分にはあります。しかし、このような活動をしている組織は非営利組織であり、営利組織として展開している組織が見当たりません。野外活動により子どものメンタルを解放に向かわせたとしても、学習塾の偏差値のように目に見える形で結果が数値化できないため、ビジネスとして成功しないのでしょうか、という質問です。はい、はい、今日もインターステラテクノロジーズの稲川君に、ロケットの話をちょっと最初にしてもらおうかな。いらっしゃいませ。そうですね、はい、東京チームと北海道チームということで、で僕は東京チームでやってるんですけど、北海道の方はあのエンジンの、燃焼試験っていうんですけど、次に、打ち上げるロケットの新しいエンジンの燃焼試験だったりとか、さらにもっと大きなエンジンの今設計中だったりとかっていうのをやっていて、その一つとして 3D プリンター、金属の 3D プリンターって知ってます？知ってます。 3D プリンター、はい、それを金属の 3D プリンターでエンジンの、肝心要なそのインジェクターっていう部分だったりとか、ケース、ケーシングはちょっとあれですけど、インジェクターって肝の部分を 3D プリンターでやろうってことで今進めてる最中ですね。いつ頃試作品は上がってくるんでしょうかね。ちょっとそう、向こうの会社次第ではあるんですけど、図面そろそろ出来上がって送って、あの制作自体はすぐできるんで、 3D プリンターのメリットとして。ちょっと特殊なやつですか、インジェクター。すごいですね。いや、最初は基本的な、かなり基本的なんですけど、あの加工するよりも、どのくらいでできるか、まずはあのどのくらいの精度でできるか、既存のやつをどのくらいできるかっていうのをやってますね。ホリエモンチャンネル。今回の、答えなんですけれども、私はこう答えました、いや、やり方によってはビジネスとして成立すると思いますよ、それこそトツカヨットスクールが成立してるわけですから、という。ほう、トツカヨットスクール、トツカヨットスクールってこういう感じの人たち、要はいじめられっ子とか、わかんないけど、こう社会というか学校からドロップアウトした子どもたち、問題児とか、そういうのを矯正するための、やっぱり全国からそういう人たちが集まってくるんですよね。やっぱり集まるんだ。トレーサーになるためのスクールなんですけど、そう、どっちかってそういう、だから問題児たちが構成するためのプログラムっていうことで、すごくやっぱり本当にわらをもすがる思いでね、思いで、お母さんたちが来たりするんですよね。家庭の中で DV とかやったりとか多分してるんだと思うんですけど、だからそういうふうな、こう困ってる人たちってのは多分山ほどいると思うんですよ。普通の NPO 団体って儲かってないところから補助金ないと成り立たないですよね。だからそういうイメージがちょっと強いですね。だけど僕はもうちょっとその高級なっていうか、その割とこうお金を持ってる人たちを対象にしてやるっていうのは、そういう人の方がむしろこういうのね、あのところの子供の方がなんか家庭が冷たいとかわかんないけど、なんかそういういろんな理由でそういうのに困ってる人たちって多いと思うんで、これもう一種のアピールの仕方だと思うんで。なるほど、はい、確かに、はい、じゃあちょっと考えてみてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この動画の登録こちら、ホリエモンチャンネル、チャンネル登録もお願いします。